はいどうもバタデン2100です。今回もビートレの組み立てをやりたいと思います。今回はこちら、はい、 D10 型標準色です。今回ね、初めてこの D10 っていうか、まあ、このこういう形の機関車組み立てるので、どんな感じかちょっと楽しみですね。じゃあ開けていきます。よいしょ。もうね、パーツがどれを使っているのか僕全く分かんないんですけど、まあ今回も一通りまず開けていきたいと思います。はい、とりあえずよく分かんないんですけど全部出してみました。これどう組み立てんのかな、説明書を見たらまだ一体わかるんですけど、じゃあ組み立てていきますか。この中ブロックみたいなやつを切っていきます。多分普通の機関車とか新幹線と一緒で、これを軸に車体をつけていくようです。はい、このパーツを多分ね、こうやって組み合わせるんかね。新幹線、この間の N700 作った時みたいな感じですね。で、次に、運転室前面とボンネット上部を組み合わせます。ってどういうこと？はぁはぁ、説明書見たらわかりました。この二つ、若干このなんだっけ。もうほんとわかりづらいですけど、なんかここの部分がちょっと違うらしくて、この、こっちのパーツを、どれだったっけ、長い屋根、これですね、これとつなげるそうです。なんかよくわかんねえな。こんな感じではめます。なるほどね。で、この反対側のこのもうさっきのもう一個の部分はこっちですね。このパーツはもう一個の短い屋根とくっつけるそうです。なるほどね。はまんねえ。ここでいいのかな？はい。多分これで大丈夫だと思います。っていうか、これ作る前にまだやることがありました。側面を全部取り付けるそうですね。これ難しいな。これの窓を、ま、ちょっと待って。側面。この側面の、この、パーツにこれを差し込んで、こんな感じで、いいのかな、これで。これで、この、どこに刺すのこれ。こういうこと？穴にこう刺すと。合ってんの？なんか心配、すげえ心配なんだけど、大丈夫これ。なんか窓歪んでるし。はい。多分これで大丈夫だと思います。んで、反対側も、このように、こう、ガラスを取り付けて、んで、これを差し込むと。よいしょ。これを、こう。あららら、ちょっと違った。こうか。こう差し込むと。はぁはぁ、なるほど。これで、車体ができて、さらにその下にこれですね、このこれはこっちかな、これどうつ、これ逆か、こっちか、この車体の穴だかな、この車体の穴にこの側面をこうはめると。お、だいぶ形になってきた。お、すごいね、リアル、すでにもうリアル。あとこっち側も、こっち側も差し込みます。よいしょ。これ怖いな、なんか折れそうで怖い。
はい、ということでとりあえずハメ終わりました。もうだいぶ DEG っぽくなりましたね。次はこれをつけてからかな。これをはめ込みつつ、よいしょ、はまんね、あ、はまった。このようにはめて反対側もはめると。はい、ちょっと苦戦したんですけど、どうにかまあはめを込むことができました。んで、屋根、屋根これどっち、これ屋根どっちでもいいのかな。あ、よいしょ、来た、あ、はまりました、やっとはまりました。結構これ大変だね、このビートで作るの。んで次はシャーシを作んないといけないですね。じゃあシャーシ下回りを作っていきます。この車輪のパーツも、あの、この、この間作った、その N700 とから、ああ、ラピートと違う、作り方は違うんですけどね。でもこれ、一個、ちょっとぼやけるな。これが一世代前かな。今の分、なんかシャーシも一緒になってるよね、確か。よいしょ。まあでも僕は前のやつの方がなんか作りやすい気がするんですけどね。で、これに車輪をはめていきます。ちょっとね、車輪が最近の分ってこうやってすごいちっちゃいんですよね。ちっちゃいし、なんか回りにくいしみたいな。はい、このように台車レリーフをはめていきます。まあこれ本物はね、あの3輪2輪でこう車輪になってるんですけど、これは普通に両方とも2輪ですね。こんな感じで、これを、どっち、どう向きだっけ、こうか、こう向きですね。こうはめれば完成。まあ、もう一個まだあるんですけど、こっちもじゃあやっていきます。はい、ということで下回り、あ、完成してねえや、まだ完成してなかった。最後にこのなんか連結器のパーツ、こんなやつ、こんなのをはめていきます。これはどうかな、どうはめんのかな。あ、できた、こんな感じ。ちょっとすっげえ見えづらいですけど、このなんだっけ、ここのなんかこのくぼみみたいなところにこの先っぽをこう突っ込むと。なるほどね、あ、なるほど、わかった、こんな感じか。てかなんか車輪の付けが甘いけど、はい、これで下回りができたので、これに先、これどうだったっけ、先にこのシャーシをかぶせる。これ前面とかデッキより先にこっちをはめ込むらしいです。はい、このような形になりました。で、ここにも何、ボンネット前面、これが前側、これなんか線がいっぱい入ったのがこっちのこの長い側ですね。よいしょ。で、これだね、ちょっとぼやける。で、最後にこれをはめ、これどこにはめんのこれ、今だいぶやって分かったんですけど、このなんていうの、これ変な黒い出っ張りの外側にこのグレーをこうはめる感じ、全然場所違って、よいしょ、こんな感じで、ちょ、大丈夫、外れないのか心配なんですけど、このような感じにはめ込めばいいっぽいですね。ちょっとガタガタ、まあでもね、いい感じ。んで、反対側もこの顔面をつけて、よ、よいしょ、この顔面をこうつけてからの、この、はい、このような感じではめれば多分これでもう、あ、連結器を最後にこうはめれば完成。はい、完成しました、 D10 です。ちょっとシールはあの後々貼るんで、まあ、今回はちょっとこれで完成とさせてください。
かっこいいね、このリアル、このゴツゴツ感が。で、ちょっとその実写の可愛さもちゃんとあります。いいね、これ。まあ、ちょっと1両で1000な、あ、外れこれ外れやすくていけない。1両で1000何本もするのはちょっと高いと思いますけど、いいと思います。その分価値があるかな。あ、やけ、はまらんくなったんだけども。ふざけてんの。で、まあ僕、こうやって D 塾見立てたんですけど、まあ一つ問題があって、牽引するものがないっていう。客車も持ってない。まあ北斗星は持ってるんですけど、まあそんなも引っ張るあれじゃないし、他に引っ張るものがないんですよね、これ。ちょっとそこはまたね、12系客車とかもしあったらいいんですけど、まあ多分今売ってないよね。まあもしかしたら売ってないと思うんで、まあなんか代わりになる、まあ貨車でもいいんで、とりあえずなんか手に入れたいなと思います。今回はこちらの、ビートレンショーって D10 標準型、間違えて標準色を、組み立てました。それではさようなら。